こんにちは。ニュースをお伝えします。自民党の派閥の政治資金をめぐる事件で、安倍派の幹部らが東京地検特捜部にキックバックは会合費などとして適切に記載されていると思っていたという趣旨の説明をしたことが分かりました。ウクライナと国境を接するロシア西部のベルゴロド州に砲撃があり、子ども3人を含む21人が死亡しました。ロシア側はウクライナ軍の攻撃だと主張しています。明日新年を迎えますが、年賀状を出す人が調査開始以来初めて半数以下になったことが分かりました。年越しのカウントダウンでの事故を防ぐため、東京渋谷のハチ公像周辺が封鎖され、スクランブル交差点を見通せる場所の一部も白い布で覆われました。今日は大晦日です。東京麻布十番の老舗のそば店では、年越しそばを食べようと朝からたくさんの人でにぎわっています。中継です。今年も残すところ12時間余りとなりました。各地では新年を迎える準備が進められています。